できてりゃいいんじゃないからさ、アイディアがさ出るのがさ難しいわけよ。そんなことないよ乱暴だな Ride the Shovelhead。 いいね、やっぱね。オルマーカーのところはだいたい、うんうん、もう全部。そうですね。まあ細かいそのワイヤーついてないとかそういうケーブル類と、あとマスターのマウントとオルマーカーか、そこのマウント作って配線してもらいたい。もう始まってんの、うん、俺のテンションが朝が、あ、いい、朝が低いねどうも皆さんこんにちはいつもありがとうございます60年代後期のストリートレーサーっていう感じでやってるんで、カフェレーサーのルーツとか、うん、ホットロッドのルーツみたいな、うん、そんな感じでやってるんですよね。だから当時のレーシングパーツを使って、うん、ヴィンテージパーツを使ってその雰囲気に合うように、うん、作り物とかは雰囲気を合わせてる、うん、そんな感じなわけ、うん、まあまあなったんじゃないかなと思ってかっこいい、まあまあ、かっこいいね。リアの、SE1 とあのリジットバーの感じとかも、まあ、パイプ材料でそういう雰囲気。今チェーン外しちゃったけどチェーンが逃げるようにしてあるの。あ、確かに。ああ。これはこう動くじゃん。ここの逃げ、あとここの逃げ、ここを取って。うんうんうん。こんな感じいいわ。うん、そうできてりゃいいんじゃないからさ。そうだね、うん、だ俺も単純にさもう普通のリジットバーを想像してたからさ、それだと幅が出ちゃって、うん、なんかう、うん、確かになんか、うん、なんかこのこっちの感じにやっぱ引っ張られるから、ね、意識がね、うん、目線っていうか、いいね。こう見た時にその幅で完結してる、うん、このフォークの幅で完結してるっていうのが、うん、なんかかっこいいよね、うんうん、まあタンクついてないからさ今そうなってるけど、うん、タンクつくとちょっとタンクの方がでかいんだけど、うん、まあ、それは次のプランってことで、うん、カスタム終わりがないこともないよ。終わりがないこともないけど手を入れると、うん、その良くなったところはうわーってなるんだけど、うん、手が入ってないところにもう、うん、ああ、こうだな、そうなっちゃってね。そんなね。やったところの評価をしないでさ。なんかやってないところがさ、そうね。まあ目立っちゃうからね。うん、いつもそうだよね、うん。目立つのはいいんだけどね、その悪目立ちになっちゃうからさ。そう、うん。元気に走るからそれなりの強度がさ、うん、そうだね。欲しいじゃん、軽さって言っても。うんうん、ただまあ少しぽよぽよするぐらいで、こうわざと曲げてあるんだけど、ぽよぽよするぐらいでちょっと干渉しないかなと。まあいわゆるリジットフレーム風のこういうたわみを、ちょっとたわみが出ないかな。アイディアがさ出るのがさ難しいわけよ、うん、生み出すのは。真似は簡単だよ、それは。誰か抜いてさ、コピーする、うん、何でもスタートはそうだけど、だんだんそういうところから抜け出して、うん、生み出していかないといけないじゃん、うん、いろんなものを見たり感じたりとかして、うんうん、そこがカスタムバイク作る人のさ力じゃないの、センスっていうとこじゃないの、うんうん、大丈夫、これまたかっこいいけどさ、パクられちゃうんじゃない の、 このそれはそれでいいんじゃない、うん、良ければね、うん、あ、 あと前のやつこの辺の説明しようか、うん、あ、そうね、これはあの前の動画のように、うん、まずここつないで仕上げた、うん、でそのままこのヴィンテージのスイッチ、ね、この収まりはね話はできたよね、ここ、うん、うん、いいじゃん。でここに穴開いてて、うん、で GT7 班のこのケーブルがここに穴開いてて、うんうん、
ブレーキスイッチの線がここ通って、こっちから一緒に出す、うん、こいつと、うん、こいつこっちから出すと、うん、でこれも、まあ、インスタグラムにアップしたけど、うん、こっちは仕上げてないけど、うん、ボスをフライスでボリボリって真ん中に穴開けて、うん、でここ作ったやつ上側は見えるんでちょっと仕上げて、うんうん、でこの辺とかも全部、うん、これまあこういうふうにもうこういうふうにもアジャストできるじゃん、うん、この作りだと、うん、でここ作ってでこれも泣きながらあのハンドルストップ、うんうん、こいつも2本ピンを植えるっつって2本ピンを植えたけど、うん、こう面で打てるよ、うん、こういうふうに大変なんだよすごくあこうやって見るとねすごく当たり前のできればさ何でもねえんだけどできれば何でもねえんだけどほんでここ面になるように、うん、こいつを黒森でなんと作り変えてああなるほど、ねうん、でタイヤホイールセンターがドセンターになるように、うん、何回かシミュレーションして、うん、ここねでここにこんなペラペラのシムが1個入ってないこんな作れないから、うん、なんかホイールのシムかなんかがあったんだけど、うん、それをトランスミッションのカウンターのシムとかなんかいろいろ入れてこれでドセンターになってる、うんうん、でそれができたらようやくこいつが作れる、うん、これまたアルミの合金で、うん、だけ長寿アルミってやつで、うんまあ、強度ちょっと引っ張り強度高いやつ、ねでバーリングつって穴開けて返しっていうかさ、うん、立体的になってんじゃん、うん、それがあることで、うん、強度が出るんで、うんうんうん、なるほどそれであのこの回転方向、うん、こういうふうにさ、うん、ここで指示して、うん、バックプレート側にシューがついてるから、うん、こっちにこう回ろうとするんじゃん、うんうん、それをこいつがこう引っ張るわけだね、うんうん、スプリンガーのブレーキの話で言ったらあのトルクロットの役割、うんうんで、できれば、なんか、普通じゃん出来上がると普通だよな、本当に、うん、うん、それはいつもさ、普通っぽく見えるようにしてるじゃんまあね割とさ、まあね、あまあそういう言い方が適切かわかんないけど、うん、やってやった感はあんま出ない感じで作ってんじゃんああだいぶやってんだけどさどうやってんだろうっていう感じは、ねまあ、自分のなんていうかルールだよね、うん、それはね、うんうん、Ride the shovel head. あるお客さんの層はオリジナルペイントの程度のいい個体を修復、修正しながら調子よく乗っていくのがゴールでさ、いつでもこうちょっといじって戻せるとかさ、そういうのがようやく大事にされ始めたじゃん、日本でもさ。昔はさ、もう何でもペイントしてさ、フルレストアっていうのが一番最上級みたいな言い方してたと思うんだけど、今はそうじゃないじゃん。ね、ショベルでもさ十分旧車になってさ価値が上がってきてるからさノーマルであることっていうのはまた別の価値を生み出してるもんねそうだね、まあ、昔はさノーマルなんて価値も何もなかったからさそんなことないよそんなことないよ乱暴だな今ほどでもなんか重宝されてる今ほどじゃないけど、うん、今ほどじゃないけど俺の周りにはいたよ、うん、それ仙人って呼ばれる人がいてナックルでねああ、まあまあナックルとかねパンダといたけどさそれでも今ほどじゃないよ、うん、やっぱ変人みたいにみんな見てたから、うん、今考えるとどんぐらいだろう18とか20ぐらい上の人だったのかな、うんうん、ナックルのさ仙人、うん、37乗ってる人でさ、うん、オープンロッカーでも当時その18とか20上だと今の俺らぐらいってことでしょ年的にそうだねそうだねそれで「お渡辺君じゃあうちに来るかい」っつって連れてってもらって、はい、ほらこれが
あれだよ、純正のボルトだよって言ってもらって、あーすごいっすねっつって、マイナスのね、ナックルのボルトの山をガチャガチャって見せてもらって、マイナスのさ、マシンスクリューって言うんだけど、こう機械加工でさ、こうラウンドしてるのをこう削いでさ、マイナスにするじゃない、そういう作り方するんだけど、それがさ、ドライバーの扱いが下手だとさ、こうペロペロってこう開いちゃうんだよな、緩める方向でか、でそれの直し方って知ってるかい、渡辺くん。ハンドメイドで作った木のなんか台みたいなやつを出してきて、そこにボルトを置くんだよ、そうするとマイナスのボルトがぴったり合うのね。すごいでしょ。マイナスのボルトがぴったり合って、それで叩いて、開いたやつをこう戻って最後あの大やすりで立てるわけ、隙間をこう開いたやつをハンマリングで直して、でここをこう削ってさ、仕上げ直すわけ、ほらっつってニコニコしながら